さん、こんにちは。D と DF です。今回は、チャンネルアイコンと、D と DF のキャラクター、エンディングを制作したので紹介します。イエーイ。それでは、レッツ、ゴー。まずは、チャンネルアイコンから見ていきましょう。すでに変えてあるので気づいている人が 99.9% だと思いますが、じっくり見ていきましょう。それでは、新しいチャンネルアイコンの発表です。3、2、1。可愛いと思いませんか？僕はそう思います。D はこの絵を描いている時ずっと可愛いって言ってたもんな。お恥ずかしい。このチャンネルアイコンは、D 鉄道チャンネルの頭文字である D に、とあるキャラクターを入れたデザインにしました。とあるキャラクターってのは誰？それはもちろん後ほどわかりますよ、お兄さん。続いて、D と DF のキャラクターを紹介していきます。僕のセリフ奪うな。編集がめんどくさいのでパパッと紹介します。まずは、D のキャラクターを見てみましょう。かわいい、の一言に過ぎますね。実はこのキャラクターチャンネルアイコンにもいます。もともと、あの画像はチャンネルアイコンにする予定がなかったため、D のキャラクターしか入っていません。これから D と言われたらこの姿を思い出してください。続いて、DF のキャラクターを紹介します。DF のキャラクターは自分で紹介してください。はい、このキャラクターは鉄道の保線員をイメージして作りました。チャンネルアイコンのキャラクターが可愛すぎたので、D、DF どちらのキャラクターも似たような感じになってしまいました。最後に、エンディングを紹介します。今回紹介したキャラクターを使って、可愛い感じにしてみました。というか、なってしまいました。これから編集する動画には時々エンディングが使われると思います。それでは、エンディングを見て動画を終わりにします。ご視聴ありがとうございました。またねー。